フィンウゴル語派は、ウラル語族に属する言語群。ハンガリー語、フィンランド語、エストニア語などを含む。この他に、ロシア連邦などに分布する多数の少数民族の言語を含むが、すでに絶滅した言語、現在危機に瀕する言語も多い。和社人口は2300万人程度。シベリア北部のサモエード語派と共に、ウラル語族を構成する。しかし、 和社の人種という面から見ると、サモエイド語派の和社がほぼモンゴロイドであるのに対して、フィンウゴル語派の和社は、モンゴロイドとコーカソイドの混合であり、特に、バルトフィン諸語和社は完全なコーカソイドに近い。こちは、ウラル山脈より、西のロシア中央部、北部にある、サンクトペテルブルク付近のイングリアとする説、ウラル山脈中南部とする説、 さらに東方のアルタイサイアン地域とする説などがあり、語族としての形成は、紀元前3000年期に遡ると伝えられる。再建された祖母には、インドイラン語派からの借用語も含み、インドイライ系民族がユーラシアステップに住んでいた時代のものと思われる。スラブ語派住民が、現在のロシアに広がる前、これらの言語はすでに、 ウラル山脈からバルト海に至る範囲に広がっていたと考えられる。これは新石器時代の串目分土器文化の範囲に重なり、これが紀元前4200年から2000年頃のフィンウゴルゴ派の文化に対応すると考えられる。フィンウゴルゴ派はウゴル諸語とフィンペルム諸語に分けられ、フィンペルム諸語はさらに多数に分けられる。ウゴルとはマン氏族の旧名ボーゲルズに由来し、地名、 ユグラと共にハンガリーと語源的に関係があるとの説もある。バルトフィン諸語の語彙にはその他のフィンウゴル語派と共通しないものがあり、古い寄贈言語に基づく可能性もある。また特にサーミ語に関しては祖先は別の言語を話しており、後にフィンウゴル語を受け入れたという可能性が高い。約200の共通基礎語彙が、 明らかにされており、親族名称や人体語彙のほか、挙老、狩猟、牧畜、技術、建築、天候などの語彙がある。構造的にも類似の性質が多く、これらも祖語に遡ると考えられる。母音調和がある。核変化は日本語の核助詞に似た設備字によって表され、核は種類が多い。動詞は主語の認証、数によって活用する。 文法的な性はなく、代名詞にも彼と彼女の区別はない。一般に所有形容詞がなく、その代わりに非所有物名詞に所有者の認証説美字を付け、また一部の言語では、認証代名詞の俗格で表す。語順は、基本的には SOV 型だったかもしれないが、フィンランド語ではスボ型が普通となっており、ハンガリー語では、語順で、主題、表現関係を表すため SOV、 スボ、ロス等の語順が存在し、一見、決まった語順がないようにすら見える。フィンボルが諸語の分布以下のような言語を含む。ウラル語族の中でのフィンウゴル語派という分類については、ほぼ意見が一致している。しかし、会諸語の間の分類については確定していない。各諸語ごとの系統関係はコンセンサスが得られていないが、以下のような説がある。ありがとうございます。